お待ちなさい。え？女王、陛下。あなたは、オリビア・ホワイトリーの娘ですね。はい。あの、陛下は母をご存知なのですか？ええ。彼女には昔、助けていただいたことがあるのよ。あなたも、ずいぶん大きくなりましたね。え？申し訳ありません。私、その、覚えていなくって。仕方ありませんよ。最後にお会いしたのは、あなたが本当に小さな頃でしたから。そうだったんですか。我が英国は大変惜しい方を亡くしました。彼女が生きていたらお話ししたいことがたくさんあったのに。ありがとうございます。もし母が生きてその言葉を聞いたら、とても喜んだと思います。あなたはオリビアによく似ています。彼女も好奇心の強い女性で、とても行動力のある方でした。お母様が？よろしければ、あなたも一緒に私のお話を聞いていただけないかしら。え？よろしいのですか？女王陛下、ですが。今回の件は一刻を争う事態。しかも、相手はどんな行動を取るか予想がつきません。無事にあの子を保護するために、より多くの者に協力してほしいのです。それにあなた、オリビアと似て動物の扱いがお上手そうですし。え？確かに田舎に住んでいた時から動物は好きだったけれど、事件と何か関係が？女王陛下、動物とは一体？事件のことを単刀直入にお教えしましょう。今から1時間前、チェルシー、私の飼っているシャム猫が逃げ出してしまったのです。猫ですか？なるほど、チェルシーって猫の女の子だったのね。そういえば、シャム国国王が猫を送ったとペンデルトンも話していたわね。本日のパーティーには、シャム国国王との親睦を深める目的もあります。私は猫のチェルシーを連れて、今日のパーティーに出席するはずでした。チェルシーは、シャム国国王に贈られた猫。私と同じ日に生まれた猫なのです。今朝、毛並みの手入れをしようと、メイドが支度部屋でブラシをかけていました。私も、式典の前に少しチェルシーの様子を見ようと、支度部屋を訪ねたのです。しかしチェルシーは、残念ながら、私にはあまり懐いておりません。ですが、それではいけないと思い、私は彼女を撫でようと手を伸ばしました。チェルシーは、やはり私が触れるのを嫌がって、
わずかに開いていた窓の隙間から外へ飛び出して、そのまま逃げてしまったのです。塀伝いにハイドパークの方向へ走り去る姿を見たのが最後。それが今から1時間ほど前のことです。飼い猫が懐かなくて困っていたなんて、女王陛下にもそんな可愛らしい悩みがあったのね。私にも女王陛下をお助けできれば。なるほど、お話は分かりました。陛下、チェルシーの特徴を教えていただいても。ええ、もともとシャム猫は青い瞳、そして耳に尻尾、手足の黒い毛並みが特徴的なのですが、チェルシーの場合は尻尾だけ白の毛並みです。そして彼女の首輪にはこう刻印されております。シャム国とイギリスの末永い繁栄を願ってと。本日はシャム国王もお見えになります。本当ならこのパーティーでチェルシーの元気な姿をお見せするはずでした。首輪も純金製で、ダイヤスポアというシャム国産の希少な宝石が2つあしらわれております。では首輪だけでも闇市場で高値がつくものということですね。ええ、その首輪を奪おうとする者が現れれば、チェルシーがひどい目に遭うかもしれません。なるほど。高価な金の首輪をつけたシャム猫。確かに町に迷い込んだら厄介ですね。こうなる前にもっとチェルシーに構ってあげられればよかったのだけれど。犬のお世話なら慣れているのですが、お恥ずかしいことに猫のお世話は全くしたことがなくて。確かにイギリスではペットといえば犬が主流よね。チェルシーが庭に飛び出したのも、きっと私が怖かったからなのでしょう。ですが、彼女の機嫌には構っていられないわ。なんとか、14時の式典までにチェルシーを見つけたいの。シャム国王との親睦のためにも、1歳になったチェルシーの姿を見せなくては。女王陛下。あなた、そしてホームズ・ジュニア、改めてお願いします。どうかスコットランドヤードと協力し、この私に力を貸していただきたいのです。もちろんです、女王陛下。ですが、こちらのミス・ホワイトリーに関しては。私は…その、私は彼と、ホームズと違って、探偵でもなければ、まだまだ世間について、何も、知りません。だから、その、経験も何もありませんけど、それでも、私は、女王陛下のために、お役に立てるようなことがしたいです。こら、こんな時は嘘でもいいから真っ先に任せてくださいと言っておくものだぞ。そんな無責任なこと
言えません。あなたは自分に嘘がつけないのですね。ますます彼女にそっくり。女王陛下？レストレード警部、建前も大切ですが、私の前で嘘をつけというのはあまり感心しませんよ。いえ、めっそうも。自分に正直だからこそ、他の者が気づかないものに気づけることもあります。私はあなたのようなまっすぐな気持ちを持つ者を信じ、頼りにしたいと思うのです。そう、私が過去にオリビアを頼りにしていた時のように。女王陛下がお母様を？それにあなたのその胸の首飾りがきっとあなたを導いてくれるでしょう。ホワイトリー家の首飾りが？ホームズ・ジュニア、彼女の考えがあなたを助けるかもしれません。一緒にチェルシーを見つけ出してください。ええ、お言葉通りに。どうぞ、よろしくお願いします。はい、女王陛下。精一杯力を尽くします。いや、しかし驚いたな。まさか女王陛下が君に協力を頼むなんて。あ、ごめんなさい。貴族のご令嬢にこんな言い方失礼だ、ですよね。そんなこと気にしないから、普通に話して。歳も同じくらいでしょうし。ありがとう。そうだ、まだ自己紹介してなかったね。俺はウィリアム・ヘイミッシュ・ワトソン。ワトソンって呼んでくれよ。ミス…名前で呼んでもらって構わないわ。よろしくね、ワトソン。ああ、こっちこそよろしく。それにしても、君は一体何者なんだ？女王陛下と親交があった人物なんて、ほとんど限られるだろうし。女王陛下と親交があったのは、私のお母様の方よ。今日は、私はこのパーティーに招待されてきたの。まさか、君は女王陛下の親戚？それとも、王室の関係者とか？ちょっと待って。どうしてそうなるのよ。どちらも違うわ。それに、私も驚いているの。女王陛下が、私のお母様を知っていたなんて。じゃあ、さっき君があの部屋にいたのは。それは、つい、好奇心で。まさかこんなことになるとは、思っていなかったけれど。まったく、僕の言った通りじゃないか。それに、好奇心だけで首を突っ込むなんて。まあいい、せいぜいおとなしくついてきたまえ。だがくれぐれも僕たちの足手まといにならないようにな、世間知らずのお嬢さん。おい、ホームズ、女の子にそんなこと。ええ、大丈夫よホームズ。私これでも体力には自信があるから、頑張ってついていくわ。
君って貴族なのにたくましいんだな。なんて高い外壁なの。でも猫にとってはここを登るのも渡るのも簡単なことなんでしょうね。彼女は女王陛下の猫の世話をしていたメイドだ。はい、チェルシー様が逃げる直前までブラッシングをしていました。慌てて追いかけたのですが見失ってしまって。では早速教えてください。あなたが最後にチェルシーを見たのは。ええ、確かこの辺りです。わかりました。足跡を探してみよう。ワトソン君、手伝ってくれ。ああ、わかった。我々も、この付近に目立った足跡がないか探してみよう。ええ。では、僕たちは東側を探しますから、警部はあちらを。白い長毛も近くに落ちているはずです。よろしくお願いします。ああ、任せてくれたまえ。私は、犬の嗅覚と称された男だ。すぐに見つかるさ。よし、俺たちも探そう。警部たちより先に見つければ話も早いってわけだな。うん、彼らには見つけられないだろうがな。え、なんでだよ。これを見たまえ。それは土で汚れてしまっているが、これは紛れもなくダイヤスポアだろう。実際に見たことはないが、黄色かかった透明な石で斜方象形に属している主な結晶の構造は。ホームズ、それは今度でいいから、今は猫。そしてそこにあるのが猫の足跡だ。飛び降りたとする窓から一直線に続いている。本当だわ。足跡が、昨日の雨のおかげね。ここから外壁を飛び越えたのかしら。猫の跳躍力には目を見張るものがあるからな。だが、この外壁の高さを一息では越えられない。あの木を伝って飛び越えたと考えるのが自然だろう。確かに。ここで足跡が途切れてるわ。でもホームズ、この足跡が野良猫のものって可能性もあるだろ。別にロンドンにいる猫は一匹じゃ。それはありえない。あれを見てみろ。外には侵入者対策として木は植えられていない。だから外から入ることは不可能だ。そう考えると必然的に敷地内の足跡の主は限定される。なるほど。それだったらこの足跡を追っていけば。追うぞ、ワトソン君。わかった。君も足元に気をつけてきなよ。あ、ちょっと待っ。お嬢様、こんなところに。ペンデルトン。まったく、お姿が見えなくて私がどんなに心配したか。さあ、パーティーに戻りますよ。しかも、せっかくのドレスに泥がついているではありませんか。すぐに手入れを。あ、ごめんなさい。でも私、今とても忙しいの。忙しいとは。まさかいつものように私の目を盗んで、木に登ったり、駆け回ったりしているのではありませんよね。半分くらい、当たりよ。お嬢様、本当に今日という今日は。
ペンデルトン。私、女王陛下とお話ししたの。お嬢様、またそんな嘘を。本当よ。ついさっき、私にオリビア・ホワイトリーの娘かと尋ねられたわ。それに、女王陛下はお母様を知っていらした。陛下が奥様のことを？ええ。詳しく話せば長くなるけれど、女王陛下の困りごとに私の力を貸してほしいと頼まれたの。ペンデルトン、お願い、行かせてちょうだい。私は女王陛下をお助けしたいの。そうでしたか。わかりました。あなた、驚いたりしないの？女王陛下に会って急に頼まれ事をされたなんて、少しは疑うとか。疑ってほしいのですか？それなら私も本気を出しますが。いや、それはちょっと。別にそういうわけじゃないわ。でしたら何の問題もないはずです。どうぞお嬢様の気の済むようになさってください。ありがとう。でも、せっかくパーティーの支度もしてもらったのに、ごめんなさい。いいえ、それよりも大切なことを頼まれたのでしょう。女王陛下の頼みを断る愚か者は、この英国には誰一人としておりません。ありがとう、ペンデルトン。それじゃあ早速だけど、一つ、頼めるかしら。はい。何なりと。うまくいくかどうかあまり自信はないのだけれど。待って、二人とも。どこに行ってたんだ？急にいなくなったから心配したよ。ごめんなさい。実は私の執事に事情を話していて。執事って、そうか。君はパーティーに招待されてるお嬢様だったよな。こっちだ。間違いない。猫はハイドパークの方向へ向かっている。ハイドパークか。確かにそれなら街の中より見晴らしがいいし、死角も少ないけど。見たまえ、ここにある昆虫の死骸。鋭い爪で切り裂かれた跡がある。この爪跡は多分猫のものだな。でも、その辺の野良猫かもしれないぞ。いや、ロンドンの野良猫はもっとたくましい。一撃で仕留めるだろう。しかしこれは、なんとか狙った跡がある。おそらく、狩猟に慣れていないんだ。つまり、チェルシーの仕業かもしれない、ということ？十中八九そうだろう。チェルシーが逃げてから一時間以上経つけど、もしかしたら、向こうは俺たちに追われてることに感づいてるのかもな。そうなの？人に飼われてたペットでも、外に出れば野生化して動物の勘だって冴えてくる。もともと猫って聴覚は人間の4倍だし、今のチェルシーは逃げ出して周囲をとても警戒してると思うよ。まあ、ワトさんは動物に詳しいのね。ああ、俺動物は好きだし、よく懐かれるから。いずれにしても、
慎重に行動する必要があるのは確かだ。さっさと追いかけよう。あ、ホームズ。まったく、あんなに拗ねることないのに。拗ねる？ホームズが？まあ、君も一緒にいればそのうちわかるよ。それより、早くあいつを追いかけよう。